作業場所に到着したら、まずは安全点検です。周囲に危険が潜んでいないか確認しましょう。高所作業となる場所に足場は設置されていますか？塗装する区画に他の人がいないこと、高所に登るはしごもしっかりと固縛されていることを確認しましょう。塗料を扱う場所は立ち入り禁止の柵で制限されていますか？消火器はありますか？有機溶剤を扱うので火器厳禁、立ち入り禁止。そして法令に基づき作業主任者の表示も徹底してください。これらの映像をご覧ください。危ない場所、危ない行為だと感じることができますか？行動を起こす前には必ず危険を予知、 KY をしてください。 KY とは日本語の危険と予知をローマ字で表し、頭文字を組み合わせたものです。危険を予知する習慣づけやその活動を推進して災害を防止することが目的なのです。エアレス機の動力源となる圧縮空気を接続します。エアホースは空気が漏れないようしっかりと締め付けます。エアホース接続します。作業通路を這わせる場合は空中配線にしたり、トレイを使用して他の作業者が通行する時の邪魔にならないよう配慮しましょう。エアレス機から出た吹き付け用のホースは必ず点検しましょう。高圧で吹き出した塗料は人体を貫通する勢いがあり大変危険です。ホースに割れや亀裂、接続部に緩みがないことを必ず確認してください。吹き付け用のホースにスプレーガンを取り付けます。ホースと同様に塗料が高圧で吹き出さないよう確実に締め付けます。ブロックに昇降するためのステップは安定したものを使いましょう。昇降時に揺れたりずれたりしないように固縛します。固縛します。田中君、アースを取るのを忘れてるよ。この作業者はエアレス機のアースを取らずに吹き付け塗装を始めてしまいました。有機溶剤は引火性が高く、静電気の火花でも爆発災害が発生する可能性があります。静電気防止のためにも必ずアースを取ってください。設置よし。塗装作業では有機溶剤で中毒になったり、狭い場所では酸素濃度が低くなり危険です。
換気装置を設置して空気の入れ替えをしましょう。狭い区画に入る前は必ずガス計測を行い安全を確認してください。これは酸欠にあった人を助けようとして救助に入った作業者も倒れてしまった事例です。このような場合はむやみに救助に入らずに周囲の助けを呼びましょう。作業が済んだら、まずはスプレーガンにストッパーをかけましょう。一つの場所で作業が終わったら、その都度後片付けをします。一仕事、一片付けの習慣をつけましょう。ホース内に残った塗料は、シンナーを通してフラッシングします。シンナーも揮発性が高いのでマスクは装着したままで行いましょう。ホースは点検しながらきちんと巻き取り、次の作業に使いやすいよう整理しておきましょう。田中君、ご苦労さん。今日は一緒に掃除をしようか。はい。作業が終了したら必ず掃除をしてきれいな環境を保ちましょう。掃除よし。